修善寺伊豆の浅場さんで夕食いただきます。萌木っていう部屋で3人で召し上がりますので、すいません、美代さん、じゃあ、懐石の最初のコースの説明からですが、よろしくお願いします。ちょっと開けていただけます。ズガニの玉虫でございます。ず、ず。ズガニと言いまして、川ガニ、上海ガニのようなものですね。修善寺のあ、神かわ田で取れたカニでございます。もう生ず。のまま殻ごと砕いてお出汁を取ってますので、かなり濃厚なお味かと思います。ズガニの、上海ガニのような感じ、見た目が。これどういう作り方ですか？このスープのもうこような。ちら砕いて長時間煮込んでお出汁を取っても味噌も丸ごと入ってございます。はい、下は茶碗蒸しのようなものですね。はい、その、こちらをこの上にそれでこれでこれがついてなるほど。これ売ってましたね、このレンコンの端。これでもレンコンじゃなくて、木や作ってあるね。そうそう、本当のレンコンじゃない、その形。ありがとう。おすすめは、その万葉、先ほどの食前酒とご一緒の地酒。古着のものはこちら、磯自慢でご用意させていただきました。磯自慢、聞いたことあるね。ちょっとだけにして。2種類、はい、2種類だけ。違うの、選べばいい。ゆり根の揚げ物でございます。はい、どっちがゆり根ですか？左手がゆり根で、白い方。はい、こちらお隣が天城の黒豚の西京焼きでございます。はい、ここに書いてある。この上についてるものは何でしょう？ゆり根の。ゆり根でございます。下は何ですか？ゆり根ですね。2つとも。2つともゆり根。二段になってるんだ。二段になってる。こちらの平貝、はい、平貝ね、ありがとうございます。上にゆかり大葉を乗せてございます。はい、ありがとう。本日はイクラの乗り寿司とクエ、アオリイカの作りでございます。イカの何寿司って？アオリイカは上に実山椒を乗せてますので、ご一緒につけて召し上がりくださいませ。とクエの作りでございます。クエは昆布締めと通常の作りと2つの味を楽しみいただけます。わさび醤油で召し上がりくださいませ。これはいい感じ。今回イクラの海苔寿司でございます。お寿司に片手で開けられるかな。あ、開けられた。アマダイの筑紫椀と申します。アマダイのアマダイに筑紫椀、筑紫昆布って昆布を巻いて、はい、ありますので、おー、筑紫ってなんか昆布ですね。アマダイの筑紫って言ったら昆布のこと。はい、筑紫昆布というあの昆布を板状に切ったもの、はい、そちらを巻いて、はい、上にネカブと柚子を持ってください。いただきます。これは金目鯛。金目鯛のでもメニューでは金目って書いてあったけど、金目でも伝わる。で、これなんて言うんだっけ、この七輪。七輪、この間ミキさん、私の友達の七尾の、ああ、そっかそっかそっか、七尾で、そうそうそう、それ作ってたね。料理屋さん。そうだった、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 そうだった。で、これを金目鯛の炭火焼きかな。まだいっぱい、ちょうど半分だよ。増えてきた。慌てて。
ガバガバあの犬おすましもみんないただいたかいつもやったらな半分で置いとくんやけどな、うん、全部いただいたか。いただきます。こちらが焼き大根の上にクモコですね、タラの白子を衣揚げを乗せてございます。まあ、クモのように下にある緑のものは何ですか。こちらは菊菜の餡でございます。あ、それかここに書いたな、菊菜餡で、これは別々に焼いて乗せてあるんですか。そうでございます。あのクモコの方を揚げて、揚げてあるの。あ、そっかそっか、はい、上に焦がし醤油を乗せてございます。なるほどなるほど。大根は研ぎ汁で、お米の研ぎ汁で煮込んで、はい、その研ぎ汁でまたあの餡もご一緒につけて。あ、そう。で、こっちは変わったお料理。白だつと本蜜葉のわさび酢あえ、上にブロメン、こちらがしその根の部分を乗せてございます。さっぱり言ったことわかんない。それはいや、それはね、言ったことはわかったんだけども、はい、初めて。随記肉、里芋の茎の部分ですね、うん、はい、割と随記の方が皆様、はい、分かりやすいですね、随記、うん、ね、はい、この青いのは何の菜っぱですか。蜜葉になります。あ、蜜葉ですか、はい、うん、うん、あさ、うん、あさばさん、ハスイモってどこにあります。ハスイモ、うん、ハスイモはまだ出てきてないんです。次の時に、あの次の申し訳ありませんでした。あの今も最近ちょっと変わってハスイモに切り替わって、はい、すいません、白だつではなくハスイモですね今、はい、ここの中にハスイモが入ってる、うん、こちらがハスイモ、こちらがハスイモ、すいません、ちょっとあの少し前までが白だつだったのですいません、からそのまま、はい、ハスイモと本蜜葉と、はいはい、わさび酢、あ、はい、わさび酢がありまして、はい、上に乗っているのがブロメ、あのシソの芽の部分、シソのムロメっていうんですか。はい、ムロメって言いますね、うん、はい、すいませんでした、はい、もう一回言ってもらってもいい、はい、ハスイモはどれですか、はい、あの下の緑の、あの一番下の、一番下の、はい、あ、なんかあるんや。そうなんです。そう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 、あ、本当やね、わかったわかった、ありがとうございます。本当大きい、はい、じゃあ何でしょう。これ何やった。大中寺芋。これが大中寺芋の、はい、含ませでございます。大中寺。いくつにも、はい、そしてこれぐらい。大中寺さんというお寺でよく出されていたので大中寺芋という。これ何の芋の種類なんですか基本的に。里芋の大きいの。なんで大中寺。大中寺っていうお寺。でかくできるんだろう。バレーボールの大きさの。で何が。品種かと思うんですけれども。そんな大きい里芋って見たことないから、ね、沼津のご用邸があった頃は、うん、皇族の方も、はい、お好きだったみたいで、よく召し上がっていたそうです。沼津にご用邸があったんですか、はいはい、その時結構皆様召し上がってたらしいですね、はい、いつの時代のご用邸っていうのは、もうだいぶ前なんで、今もないんですか。今は、はい、そうですね、はい、どないべご飯、あ、美味しそうやけど面白い土鍋だね。これは何でしょう。じゃあシャモの、はい、シャモの炊き込みご飯、うん、炙り甘木、炙りって呼ぶんやね、はい、え、炙り甘木シャモ、この緑のは何、甘木シャモ、じゃあ上に蜜葉を乗せてございます。蜜葉か、うーん、面白いねこれ。で、甲物、甲の物、かぶと野沢菜でございます。で、これは竹のな何の、竹の節、節の蓋、うん、で、こちら下は竹の、これも違うね、竹、はい、竹で作ってある。で、このスープは何なんですか。若だし、こちら海苔の、はい、海苔が入ってございます、うん、はい、僕には3つ入れてください、はい、1キロかな、あれシャモってあの、はい、千鳥の一種類、まあ、そうですね、戦
カウントに喧嘩よく、はい、動いてるので身が割と固くてしっかりしてますね。喧嘩して運動が多いから、うん、戦をすんねんな。そうだね。でもそれでこうかけたりするのはちょっとかわいそうだなと思って、スポーツみたいにして、うん、もう一度これ何でしたっけ、アマギの花、アマギのアマギって、すいません、シャモアグリアマギシャモ、アグリアマギシャモ、卵飯でございます。はい、いただきます。朝早旅館でのデザート、僕、私の方からじゃあ説明お願いします。くず切りでございます。くず切りは黒蜜をつけてお召し上がりいただきます。はい、じゃあこっち、ではこちらグラマンジュですね。グラマンジュ、ブランマンジュ、ブランマンジュ、パンナコッタみたいなもんね。何ブランマンジュ言ったら、アーモンド風味の、はい、あのアーモンド風味 の、まあそうですね、フランスのあの白いお菓子という意味らしいですけれども、うん、はい、そういうもの、アーモンド風味、クリームみたいな、静岡の名物の、クリームみたいなもの、ママ、静岡の名物のメロンだって、うん、静岡はメロン有名ですね。あ、そうなの、いただきます。はい、ありがとう。かぼちゃ好きやって、かぼちゃは好きなのよ、カズ。なんだかいらしいね。かぼちゃアイスクリームとグランマニエアイスクリームね、うんうん、素晴らしい。